ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57を投入したみたいだね。ウクライナとの戦いは長期化しているし、ロシアとしても苦しい状況が続いているからな。ウクライナは国民一丸となってこの状況に立ち向かっているもんね。ロシアが苦戦するのも無理はないよ。それに比べてロシアの士気は低いからな。何せ全世界から非難の的になっているんだから、下級の兵ほど、何のために戦っているのかわからなくなるんじゃないか？そうだね。いろいろな情報が出回っているし、みんなには情報の見極めをしっかりしてほしいと思うよ。さて今回は冒頭でも紹介したように、ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機スホイ57を投入したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日、ロシアはウクライナに対して、ウクライナ国内の新ロシア派住民をウクライナのネオナチ勢力から保護することを名目に、特別軍事行動と称した軍事侵攻を開始したよ。このロシアのウクライナ侵攻に対して、世界各国の政府や指揮者は、軍事大国であるロシアがオグにウクライナをあっという間に制圧するであろうと予想していたね。しかし、そうはならなかったな。ウクライナは米英を筆頭とする西側先進諸国から多くの武器及び情報などの支援を受けながら、祖国防衛という高い士気の下に団結して防衛戦闘を展開し、大方の予想を裏切り前線を続け、ロシア軍は4月上旬までにはウクライナの首都キーフを含めたウクライナ北部から完全に撤退し、戦線の立て直しを余儀なくされたぜ。ロシアの慢心と士気の低下とか、内側から崩れたことも要因の一つだよね。そうだね。それ以後、ロシア軍はウクライナ東部の新ロシア派の支配地域であるドネツク州やルガンスク州の支配領域拡大を機として、東部及び南部への戦力の集結を図り、攻勢を強める方針に切り替えているんだけど、5月上旬時点で、ロシア地上軍は、ロシア陸軍が投入可能な戦力の3分の1を喪失したとされているよ。5月9日にはロシアの国家的記念日である独ソ戦戦勝記念日が控えており、ロシアとしては何としてでもこの戦勝記念日までには、目に見える形での戦果が欲しかったんだろうけど、現実はとても誇れる戦果を獲得できてはおらず、プーチン大統領も戦勝記念日での演説では、ロシアを行った軍事行動の正当性と NATO 諸国に対する批判を展開するに止まっているんだ。このようにロシア軍は非常に劣勢な展開となっており、4月14日には、ロシア黒海艦隊旗艦のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンにより撃沈されるに至り、ロシア軍の予想外の劣勢は誰の目にも明らかになってきたよ。ロシア軍の4月中旬以降の戦略では、ロシア国境からもほど近く、ロシア国内からの兵站や新ロシア派の支配地域からの支援も受けられるウクライナ東部や南部に戦力を集中すれば、ロシア軍はウクライナ軍に対して大攻勢が行え、一気化成にウクライナ軍を後退させて支配地域を拡大させるはずだったんだ。特にウクライナの東部は、ウクライナ北部とは異なり平地が広がっており、歩兵が身を隠す遮蔽物が少ない地域だからな。そのため、ロシア軍が誇る戦車部隊が最も活躍できる地形であり、戦勝記念日までにはロシア軍は、ウクライナ東部で強力な機甲戦力を用いた大規模な戦車戦闘を行うのではないかと見られていたぜ。それに対してウクライナ側は、北部では歩兵が遮蔽物に隠れて、歩兵携行式対戦車ミサイルを用いた待ち伏せ戦闘を主にロシア軍を迎撃していたが、待ち伏せ戦闘が難しい平野においては、防御力が皆無である歩兵では、対戦車戦闘では非常に不利な状況であるとの分析が、西側各国の指揮者から示されていたんだ。ウクライナも同じような懸念は十分に認識しており、NATO 諸国を中心に戦車や榴弾砲等の重装備の提供を切望しているよ。これに対して米国を中心とした NATO 諸国等は、約100門の 155mm 榴弾砲や自走榴弾砲の提供を決定しており、順次ウクライナへの輸送を行っているね。さすがに西側第3世代主力戦車の提供は、ロシア側を必要以上に刺激することを恐れていってはいないけど、NATO に加入した旧東側諸国が保有する旧ソ連製の T-72 戦車等を積極的に提供しているよ。西側諸国はロシアに対する経済制裁を強化していて、ロシア国内では、一部の商品では品切れが相次いでいるよね。しかしながら、ロシアは国内では食料や天然ガス等の資源が豊富であるため、経済制裁の効果は現れがたいのではないかという意見も指揮者から上がっているが、しかし資源や基本的な食料についての自給は可能であっても、ロシアは精密機械の製造技術が未熟であり、精密機械については他国からの輸出に頼らざるを得ない実情があるぜ。
例えば、ロシア国内の携帯電話網を維持するための保守部品の大部分は西側諸国に属する企業のものを使用しており、この企業がロシア国内での部品提供を拒んでいる現状では、ロシア国内の携帯電話網を維持することは相談できなくなり、ロシア国内で携帯電話を使えない地域が拡大していくのではないかとの懸念が上がっているな。そうそう。さらにミサイルや精密機械に利用される半導体もロシアは輸入に頼っており、現状では中国からの輸入に頼っている状態のようだけど、中国からの輸入では賄えない部品も数多く存在し、そのような部品に依存する兵器についてはロシア国内での生産もままならなくなるんだ。そのような兵器は概して高性能な兵器であり、ロシアとしては在庫に限りのある高性能兵器については、今回のウクライナ侵攻では極力使用したくないというのが本音だろうね。しかしながら、先に述べたようにロシア地上軍の3分の1の戦力が戦闘により消失し、航空戦力についても3月中旬時点で、ロシア軍はジェット機とヘリコプターをそれぞれ100機以上喪失した模様だとの報道もなされているんだ。このような情勢の中、ロシア軍は数の上で主力を担っていた、70年代から80年代の旧ソ連時代に製造された兵器群の在庫が不定してきているようだね。ロシア軍が保有する戦車について、4月末時点で写真等にて確認されている限り、D64 戦車が15両、D72 戦車が379両、D80 戦車が115両、D90 戦車が19両破壊されていることが確認されているよ。そして、4月後半には、これまで投入されていなかった最新型の T90M がウクライナ戦域に投入され、撃破されていることが確認されてるんだ。ロシア側にとっては大打撃だよね。さすがにここまでの反撃は予想外だったんじゃないかな。ところで T90M って ?T90M 戦車は、2021年より部隊配備が開始された最新型の戦車だね。本来、ロシアは T14 戦車と呼ばれる最新鋭戦車を開発して配備を目指したんだけど、経済情勢の悪化や部品調達がうまくいかずに同社の開発が遅延し、その穴を埋めるために T72 戦車をベースに現代戦に対応すべく大幅な近代化改修を行い開発されたんだ。T14 戦車が投入できないロシア軍としては、まだまだ数も揃っておらず、補充もままならない虎の子の戦車だけど、数の上で主力であった T72 戦車の大量撃破により運用可能な戦車が不定してきているのか、4月中旬頃より戦線に投入されたようだね。戦線投入後、数日で撃破されたようだけど、ロシア陸軍が補充の効かない高価な戦車を投入せざるを得ないほど、ロシア軍内部で戦車のやりくりが難しくなっている状況が伺えるね。そして、それはロシア空軍の方がもっと切実なんじゃないかな。ロシア空軍が現在保有する戦闘機戦闘爆撃機以下、作戦機は約1200機なんだけど、2014年のロシアのクリミア併合により欧米から経済制裁を受け、そもそもロシアの GDP が韓国以下であることを考慮に入れると、運用可能状態にある機数は多くても保有数の 35% 程度、420機ほどであると思われるよ。そして、そのうち、ウクライナ戦線に投入した作戦機のうち、100機程度は撃墜されたものと報道されているため、ロシア空軍は運用可能な作戦機の4分の1をすでに失っているものと推定されるんだ。特にロシア空軍はウクライナ上空での航空優勢の確保に失敗した影響で、大型の地対空ミサイルによる迎撃を受けやすい航空での飛行を避け、ウクライナ上空では低空で飛行することを余儀なくされており、この影響で地対空砲や歩兵携行式の近距離地対空ミサイルによる迎撃を受け、損害を拡大させた経緯があるからな。そうだね。ロシア空軍の苦しい懐事情は、戦線に投入される戦闘機にも現れ始めているよ。ロシア空軍は4月に入り、ウクライナ戦域に第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57戦闘機を投入し始めたんだ。スホイ57は2010年に初飛行したロシア空軍の最新鋭戦闘機で、初飛行から12年経過した2022年時点でも76機しか発注されておらず、この機数の配備を完了するまでには2028年までかかる見通しであるとされているよ。スホイ57のスペックについて詳しく、スホイ57戦闘機の基本スペックとしては、短座式の双発機であり、全長 19.8 メートル、全幅14メートル、全高 6.05 メートルであり、ステルス性能や超音速巡航能力も有しているよ。ステルス性については、米国の F-22 戦闘機や F-35 戦闘機と比較すると一段劣り、ステルス性は進行方向に限定したものであるという評価が一般的だけど、それでも、ロシア空軍が有する唯一の第5世代戦闘機だね。まさにロシア空軍の虎の子の戦闘機ってわけだね。そうそう。そして、2022年現在、ロシア空軍で実戦配備された機数は20機にも満たず、
ロシア空軍としては、絶対に損失を出せない大切にしまっておきたい戦闘機のはずだよ。このロシア空軍にとって大事なスホイ57戦闘機だけど、ロシアがウクライナにステルス戦闘機を投入する必要性が発生したのかといえば、答えはノーなんだ。みたいだな。ロシアはウクライナ戦域にステルス戦闘機の必要性は感じていないようだぜ。そうなの？それってどうして？なぜなら、今回投入されたスホイ57戦闘機は、ステルス性を最大限に発揮するために機体内部のウェポンベイに弾薬を収納して出撃することをしていなくて、弾薬の搭載量を最大化するために従来型戦闘機のように機体外部に弾薬を取り付ける形式で飛行していたんだ。これは、スホイ57戦闘機の利点が全く活かされてなくて、ステルス戦闘機としてではなく、従来の戦闘機と同様の運用方法で戦線に投入されていることを示しているよ。これでは、撃墜されて西側諸国に機密漏洩する危険性を冒してまで、スホイ57戦闘機を投入した意味がないよな。そこから推測されることとして、ロシア空軍内で既存の戦闘機や戦闘爆撃機の在庫が不定しているのではないかということだね。もともと、稼働率の低いことが推測されていたロシア空軍だけど、ここに来て、稼働率が深刻なレベルにまで達しているのかもしれないよ。過去、ロシア空軍は2018年のシリア内戦でスホイ57戦闘機の実戦投入を行っているんだけど、シリア内戦で投入した際は、ロシア空軍の盛況さを世界にアピールする絶好の機会となったんだけど、ウクライナ侵攻においては、ロシア空軍の脆弱さを示すこととなり、両者が無落の結果となってしまったことは、ロシアにとって非常に皮肉なことだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。